インローへストレートを使ってきました。まっすぐに送ってストライク。第3球を投げました。インコース引っ張った。ファウル。さあ4球目、速球打ち上げた。ダルビッシュ落下点に入った。取ってアウト、ワンアウト。右バッターボックスは7番ソヨギ。第1球を投げました。アウトコース高めいっぱい、ストライク。さあ次の投球です。アウトコース高めストライク。まっすぐできました。ツーナッシング。第3球を投げました。高めのストレート、ボール。ツーエンドワンから投げました。打った。セカンド掴んだ。一塁送球アウト。右バッターボックスは8番石原。これが3打席目になります。速球ボール。まずはインコース、ワンボール。投げました。カーブ外れました。石原よく選んでいます。さあ3球目、低め極め、ボール。第4球を投げました。逆らわずに右へ。ファースト掴んだ。アウト。これで3アウト。ダルビッシュこの回もきっちり三者凡退に抑えています。7回が終わって15対2カープ。ラッキーセブンは無得点で終わりました。ファイターズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番稲葉。インサイド判定はボール。ワンボール。速球ボール。稲葉よく見ています。第3球を投げた。打った。第4球を投げた。スライダー決まってストライク。追い込んで投げた。ボール。インサイドわずかに外れた。第6球を投げた。インコース詰まらせた。ファーストボールを掴んだ。一塁アウト。ワンアウト。今日3安打猛打賞の高橋。投げました。外角高め、速球決まってストライク。さあ次の投球です。直球ボール。ボールカウントワンエンドワン。さあ3球目、引っ張った。取りました。ファウル。打ちました。ヒット。さあワンアウトからのランナーが来ました。第1球を投げました。流し打ちどうだ。ショートから2塁送球、2塁アウト。アウト。ゲッツー。今日2回目の併殺でこの回を終えました。8回の表が終わって15対2ここでタイムを取りました。さあここは守備を変えてくるようです。代打は木田剛。カープ選手の交代をお知らせいたします。投げました。速球ストライク。背番号44。外れた。ボール。ワンエンドワンから投げました。ストレート打ちました。ショートから一塁送球アウト。ワンアウトです。今日2本のヒットを放っている天谷。1番センター。さあ初球高め見送って、ボール。初球ボールから投げました。インコース低めいっぱい、ストライク。投球3球目、バッティングカウントから投げました。打った。取った。一塁送る。アウト。バッターは2番東で今日4打席目。2番セカンド東。カーブ見送ってストライク。遠藤打った。これで3アウトチェンジ。カープまたもや三者凡退に終わっています。8回が終わって15対2ファイターズ依然大量リードです。横山、降板、大竹、マウンドに上がりました。カープこれで全ての投手を使い切りました。さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは6番小屋の。第1球を投げた。ストレートはボール。さあ次の投球です。お、アウトコース低め、わずかに外れた。ノーツー。さあ3球目、外際どいボール。打った。
前田足が止まって構えた。掴みました。今夜レフトフライに終わりました。バッターは7番工藤。さあ初球縦のスライダー決まってストライク。投げた。ストレート決まってツーナッシング。さあ追い込まれました。第3球を投げた。打ちました。一塁アウト。今日4打数4安打の金子。さあ1球目打ちました。ファーストへアウト。最後は内野ゴロに打ち取られました。9回の表が終了して15対2、カープこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番アレックス。これが4打席目になります。アウトコース高めストライク。ダルビッシュ今の投球でちょうど100球目になります。ワンストライクワンボールです。高めわずかに外れてボール。次は4球目投げました。打った。サードボールを掴んだ。ファースト送りアウト。ワンアウト。バッターは4番栗原。今日4打席目。第1球を投げました。見送ってボール。胸元際どいところ。第2球を投げました。打った。引っ張った。ファールボール。第3球を投げました。大きなスイング空振り。追い込んでから投げた。膝元空振り三振。勝利まであと1人。初球外れてボール。ワンボール。第2球を投げた。アウトコース高めストライク。第3球を投げた。高めの球ボール。次は4球目投げた。ボール。これはわずかに低いか。真ん中低め変化球ストライク。さあ次で決められるか。さあ6球目打った。ライト取りました。試合終了。ダルビッシュ完投勝利です。今日のハイライトシーンです。15対2ファイターズ大差で勝ちました。実況担当川地直樹で広島市民球場からお伝えしました。